はい、皆さんこんにちは、おさきです。今回はおさきのおすすめ文房具を紹介していきたいと思います。はい、ということでね、私今日テスト終わったんですよ。学年末テスト、まあ、終わったんですけど、まあ、これまでに使ってきた文房具でこれテスト勉強にめっちゃいいなとか、個人的にこれ使いやすいなとか思ったものをね、今から紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、まずこちらはですね、塾のバッグですね。リュックとかだとわざわざこうやって出すのめんどくさいので、私はこういう感じの肩掛けバッグでいつも塾に行っております。まずじゃじゃん、こちらは筆箱です。こちらはですね、アニエスベイの筆箱なんですけれども、そう、前までプーさんのやつを、しかもハローくんが買ってもらってたプーさんの筆箱を私が奪って使ってたんですね。だけどちょっと日に日にちょっとこれ恥ずかしいなって思い始めてきたので、この間筆箱を買いました。こんな感じで開けるとめっちゃ入りますね。で、まずボールペンですね。私めちゃくちゃノート色使うんですよ。なんか私1個の色だと見る気なくすんですね。だから大事なところはいろんなペンで変えて使ってます。で、まずこちらはですね、ユニボールのジガノンみたいなやつですね。インクが私めっちゃ出るのが好きなんですけど、これめっちゃインク出るからめっちゃおすすめ。で、これは、これのね、緑タイプ持ってたんですけど、なんかどっか家でなくしたので、ママに買ってもらいました。ジュースアップの04ミリのグリーンのボールペンですね。これもめっちゃいい。めっちゃインク出るんですよ。細い字のボールペンあると思うんですけど、私それより太いペンの方が好きなので、こういう感じのね、インクいっぱい出るタイプを使ってます。そして、まあ、これは安定のサラサですね。サラサはめちゃくちゃいいですね。なんか私サラサの黄色が好きなんですよ。黄色とか結構私の学校使うんですけど、なんかいい黄色がなくて、なんかオレンジすぎてもいいだし、黄色すぎても見えないじゃないですか。この色がめっちゃちょうどいいんですよね。なのでもうずっとこれ使ってます。なのでもうちょっとインクがねほとんどないんですけど、これめっちゃ好きです。てかサラサはもう安定によっ。なんかゲルボールペンはなんか油性ペンと水性ペンのいいところ取りらしくて、なのでねめっちゃいいですね。で、そしてこちらですね、フリクションのクロミちゃんの3色ボールペンですね。フリクションって私なんか結構インク出ないイメージあったんですけど、これめっちゃ色つくんですよ。鉛筆の上からなぞったら出なくなるボールペンってあるじゃないですか。だけどね、このフリクションめっちゃいい。続いてこちらもボールペンですね。黒ボールペンはね、まあ、ずっと使うのでサラサのボールペン使ってます。こちらもゲルインクタイプですね。で、そして定規、私ねこのタイプめっちゃ好きなんですよ。アルミニウム、プラスチックだとこれ 30cm 定規にするとね、こうやってピーって線引くじゃん。その時にさ、ここがちょっと曲がっちゃってるんですよ、たまに。それうざいじゃないですか。で、しかもなんかプラスチックだとなんか最後まで曲がってなくて、なんかこんな感じになってる時があるんですよ、たまに。で、まっすぐじゃねえじゃんみたいな感じの時が結構多いので、ガチガチした定規を買いました。でもこれのデメリット言っていい？落とした時にマジでうるさい。もうカランカランカランみたいになるの。マジで恥ずかしい。アホラヒマみたいな感じで、床に落とすとみんな、みたいな、見てくるので、めちゃくちゃ恥ずかしいですね。はい、続いてシャーペンです。こちらはですね、私が愛用してるシャーペンなんですけど、まずこっち2つは、待って、私テスト中にこれ落としたの、このキャップの部分。はい、こちらはドクターグリップのシャーペンです。可愛くない？私ね、結構、書いて覚えるタイプなので、めちゃくちゃシャーペン使うんですよ。だけど、やっぱり痛いじゃないですか。私もね、今ちょっと豆できてるんですけど、見えるかな？私ね、中指と親指を使って書くんですね。そしたら、なんと中指から血が出てきちゃって、この間書きすぎて。皮が剥けて血が出てきたんですよ。てかね、やばーと思って、このドクターグリップのやつを買いました。そしたらもう全然痛くない、疲れないし、なんかめっちゃこれいいですね。こちらはですね、デルガードのシャーペンなんですけど、私ねめちゃくちゃシャーペンが折れんの。シャーペン折れたらやばい。シャーペンがガキって折れた。シャーシンがめちゃくちゃ折れるんですね。本当になんでこんなに折れるってぐらい折れるんですよ。で、1日に本当にもう最低2本は買えるんですね。で、うざいなって思ってて、したらこの折れないシャーペンを見つけたので買ってみたんですけど、マジで折れない。なんか書くとね、なんかバネみたいなのが働いて、シャーペンが一回引っ込むんですよ。これすごい、全然折れない、マジで。で、あと、もう一個いいところ言っていい？消しゴム使うときにこれ外してこうやってやるじゃん。これね、すごいの。見せてね。これ、こんな感じで消しゴム入ってるんですけど、いきます。
こんな感じで出るんですよ。こうやってなったら絶対押したら引っ込むだろうと思うじゃないですか、うん、全然引っ込まない、押してもということで、これめっちゃいいんですよ。あのテスト中とかに消しゴムとか落としたりするとうざいじゃないですか。だからね、これですぐにこうやって消せるの、まあ、用途に合わせて変える感じですかね。次こちら消しゴム、これ可愛くない？キャンバスの全く使ってない前に使ってた消しゴムがちょうどなくなっちゃって困ってたんですよ。そしたらこの可愛い消しゴム見つけたので買いました。可愛くない？あ、こちらもありました。こちらもドクターグリップなんですけど、ファンの方からいただいたんですよ。だからね、今ね3つあるんだよね。これ可愛くない？マジで集めるともめっちゃ可愛くなるんですよね。これありがとうございます。めっちゃこれ使ってる。今日もテストの時にこれ使ってた、このピンクのシャーペン。これ前使ってたんですけど、なんかねぐちゃぐちゃじゃん、まあ、これは塾用とか家用とかっていうことでね、あの新しく買いました、学校用には。そしてまあこれは写真ですね。写真この間ねちょっと使いすぎてもうなくなっちゃったので。シャーペンは何ミリ派なんですか？ 0.5 しか買った。はい、続いてこちらはですね、ハルオくんから奪ってきた蛍光ペンです。なんかなぜか私蛍光ペンもうめちゃくちゃ持ってたんですよ。なんか6本ぐらい入ってたのに、なぜかなんかもうこれしかなくなっちゃって。家にいっぱいあるよ。あ、まあ私がちょっと使ってね戻す癖がないのでそのままにしといてるんだと思うんですけど、これはなんかハイライトみたいな感じの100均説がちょっと濃厚な蛍光ペンですね。これねピンクの蛍光ペンなんですけれども、なんかちゃんとねシャーペンが見えるんですよ。なんか私が前まで使ってた蛍光ペンってなんかシャーペンがあんま見えなくて蛍光ペンの色が目立っちゃうみたいな感じだったんですけど、これね結構濃いめの色なんですけどシャーペンの色も残るって感じなのでめっちゃいいです。でこれはなんか家から盗んだ修正テープ。お名前マッキーという可愛らしい名前のね、こちらコンビニに塗っておりますって感じですね。めっちゃ入ってるね私の筆箱。はーい、すごいあの筆箱だけで尺取りすぎなんですけれども、続いてじゃじゃん、これ可愛くない？冬木のりってさ、この帽子の部分外してなんかベタ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 さなんかやるじゃん。嫌だよぶっちゃけ小学校の図工はこれじゃないとダメみたいな、でんぷんのりじゃないとダメみたいなルールあったんですけど、正直だるかったんですよ。だから嫌だったんですけど、なんとこれですね。このちょっとねグロいんですけど、グロ注意です。首を回します、首を回します。そうすると首長さくなんと水のりなんですよ。え、すごい。可愛くない？可愛いじゃんこの笛木のりの見た目って。だけど実際使うには買わないじゃん。なんだろう、なんかさわかる、買うかもしれないけどさ使わないじゃん、あんまりこうやってさベタ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 やんないでしょ。その悩みを解決してくれたのがこの水のりタイプの笛木のり。これはサッカー選手の洋服ですね。可愛くない？はい、続いてこちらじゃじゃん、こんな感じのファイルなんですけれども、普通のファイルじゃなくてここがねあのプリントを挟めるファイルなんですよ。なんか大体ファイルってこうやって突っ込んだりあの穴に通して使うファイルが多いんですけど、これはプリントをそのまま挟めるんですね。で私なんか前までもう全部テキスト写して書いてたんですけど、なんかその時間でめんどくさいじゃないですか。要点まとめるときは書いた方がいいけど、問題書くときとかさ問題とかいらないじゃんぶっちゃけ。すごいその時間省きたかったのでどうしようかなと思ったんですけど、なんか家にプリンターがなんかあったので、今回のテスト勉強はそのプリンターめっちゃ使ったんですけど、めっちゃ使ったよね。うん、まあそういうやり方良かったですね。例えばなんかこういう感じとするじゃん、お前それ何じゃない、こんなのさ書けなんて問題ないじゃん。で前まではこの問題も書いてその下に答え書いてるみたいな感じだったんですけど、ちょっとなんか効率悪いなと思ったので、あのプリンターをね使ってみた。あの気づくの遅いね。ねえ本当だよね。今までずっと全部さノートに書いてたので、まあそのプリントをどうするかなんですけど、どうしようかなと思って、こんな感じでなんか普通に突っ込むファイルだとあの探すのも大変じゃないですか。だからどうしようかなと思ってたら、このなんかプリントをそのまま挟めるやつ出てきて、めちゃくちゃ便利ですね。テスト前に復習するときもプリントだったら出せないけど、こんな感じでパラパラ見れたのでめちゃくちゃ楽でした。こちらはハサンドールっていう商品で、こちらはキャンパスの復習がしやすいプリントファイルというね、すごいそのままって名前の感じの名前なんですけど、私はねこれの中でこれが一番お気に入りですね。はい、これはですね、例えばこの問題解きたいって思った時に、こっからこうやって取ってね、ここにの1枚だけで、まあ、挟むんじゃないですか。この問題こうやって解こうって思ってやるじゃないですか。でこうね反対側に答えを置いてすぐ簡単に答え合わせできたり、なんとこちらはですね折れ曲がるんですよ反対側に。なのでこんな感じでコンパクトになって、このファイルが下敷き代わりになって書けちゃうみたいな、もう優れものですね。マジで最高。はい、そしてですねルーズリーフです。こちらこれは前も紹介したんですけど、まあ、ずっとこれ使ってますね。そうなんかもうここはノートを作りした時に挟むやつですね。プリントを
あのファイルに挟むんじゃなくてルーズリーフに挟みたい時もあるじゃないですか。こういう感じで、あのめっちゃ重要だから挟んどきたいみたいな、これは貼ってるんですけど、ノートに。って時はこちら、じゃん、穴開けパンチ。これ止めたいプリントに穴を開けて、まあ、ここにパチって挟むだけみたいな。そしたらね、あのノートと一緒に確認できるのでめっちゃ便利ですね。こうやって今までわざわざノートでね貼ってたんですよ。だから、まあ、それも時間短縮のために穴開けパンチを買いました。次、こちら、こちらはですね、クーピーペンシル。懐かしくない？クーピーペンシルとか響きが懐かしい。これのミニサイズがあったのでめっちゃ可愛くて買ったんですけど、こんな感じで、あのクーピーのちっちゃいバージョンがあるんですよ。なんかクーピーってさ、なんかでっかいじゃん、めっちゃ。であんまいらないじゃん、ぶっちゃけ。だからこんな感じのミニサイズが売ってたので買いました。これね、お蓋に売ってましたね。めっちゃ可愛い。理科とかで人体とか描くときとか結構色使った方が分かりやすいので、私結構色使うんですけど、その時にね、ボールペンだとなんか見づらいし間違えたら消せないんですけど、このクーピーとかだと消せるので絵描くときとかこれ使ってます。で、どうやって絵を描くのかというと、こちら、こちらダイソーのなんですけど、付箋タイプのトレーシングペーパーですね。例えばですね、やっぱこういうのって絵がないと分かんないじゃないですか。ここが脳でとか、ここが脊髄でとか分かんないじゃないですか。そういう時にこれをまあ剥がしてここに貼るわけですよ。そしたらこれなぞるんですね。ここ浮き出るんですよ、この下の絵が。なのでこれでなぞって、これをそのままペタリと貼るって感じですね。本当にこれめっちゃ便利です。で、必要に応じてね、もうこのイラストがめっちゃちっちゃい時とかはハサミで切ったりします。すげえ。こちら、そう、これはですね、なんかこれシールになってるんですけど、このシールが私家庭科と体育で使ったんですけど、ちょっと体育今提出しちゃってるので、こんな感じでこのテープを貼るんですよ、この穴埋めのところに。めっちゃ、うんうんうん、これについてきてる赤シートでこれ隠すんですよ。そう、全く見えなくなるの、字が。でさ、これわざわざさ、マーカーとか引いて赤シートで隠すのが多いと思うんですけど、私もそれやってたんですけど、あの教科書も汚れちゃうじゃないですか。なんかちょっとそれも嫌だなと思ったので、こうシールタイプだとあの剥がせるし、めちゃくちゃ便利なんですよ。もう貼るだけ、ペタって貼るだけなので。しかもこれね、切り取り線があって、長い文章だったらこれ全部一列全部使ったり、短い文章だったら3個目で止めたりっていうのができるので、めちゃくちゃ便利ですね。はい、こちらはなんかヤマトっていう会社のちぎる暗記用赤シートセットという、もうそのままの名前ですね。これめっちゃおすすめですね。しかもなんかこんな感じでなんかファイルもついてくるんですよ。だからこんな感じでコンパクトにまとめられます。そしてこちらはね、めっちゃもう書きすぎてめっちゃ目移りしてるんだけど、これは無印良品の購入品紹介で紹介したんですけど、これは収納付きグリップボードって言って、この中にめっちゃ必要なプリントとか必要なルーズリーフとかを入れとくんですよ。そしてあの、はい、書き終わったって時にここにしまって、また新しいルーズリーフ出して挟むみたいな、できるんですよね。めっちゃ便利です、これ。ほんとこれずっと使ってる、マジで。こんな感じでですね、もうたくさん大量におすすめ文房具を紹介しました。すごい、もう本当に今日紹介したものはね、全部おすすめなので、ぜひ皆さん買ってみてください。はい、ということでね、あの新学期これから迎えるので、あの新規一点文房具買いたいとか、これから中学生になる子とかは結構わかんないじゃないですか。私もわかんなかったんですけど、まあ、この動画見てね、参考にしてもらえればなって思います。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。